毎年恒例のすずらん祭りが、阿蘇市浪野村のすずらん自生地で、平成19年5月20日日曜日に開催されました。ここは約5万株のすずらんが自生する、日本中でも例を見ない珍しい場所です。すずらんの他にも、熊本県指定希少動植物に指定された40種のうちの4種が自生しています。またこれに合わせて阿蘇市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業として山野草を観察する教養講座も行われ、総務部企画振興課の岩下俊二課長補佐によるこの自生地に生える野草についての説明を聞きながらゆっくりと散策を楽しみました。スズランの開花は例年より1週間ほど遅く、5月下旬頃が見頃となりそうです。